どうも、高井です。要点まとめ読み上げの限界 BGM 終了。まず BGM 終了から話します。今まで私は BGM を電子の音のピーピーっていう音だとか、車の通り過ぎるうーんっていうような音だとか、あとはたまたは空を飛ぶジェットのシューみたいな音、それらを BGM であえて消すことによってなんとか音をクリーンに保とうって試みしてたんですけど、それうるさいということであればもう一旦消して、それでも騒音うるさいという方はもう目をつむっていただけたかなと思ってます。それを消すために BGM 入れてたんですかね。要点まとめ読み上げの限界については、今はこの本読んで、本のないボリュームが450ページもあるんですけど、それを紙にまとめてってるんです。読み上げは1枚あたり1分半か2分かかっちゃうので、正直な話もう10枚から12、3枚、その程度収まったらいいなと思ってるんですよ。ところが3章の時点ですよ。これ全部で0章合わせると9章分あるんですけど、その9章分の中の半分ちょっと届いたかなぐらいのところで、もはや6ページ7ページ使っちゃってますからね。つまり450ページの分のボリュームをギューっていくら凝縮しようとしたとしても、えげつないほど紙を使っちゃうわけですよね。まあ私自身の暗記能力がないっていうこともあるんですけど、正直短期間でこれは覚えきれません。私はね、一章あたり3枚か4枚ぐらい書いちゃってるんですよ。果たしてそれを読み上げるのにどれぐらいかかるかっていうと、おそらく前の考えでいくと、だいたい25枚ぐらいかかっちゃうかもしれない。そうすると50分近くになっちゃうんですよね。なのでそういうのも、編集としても半端ないほど作業かかってしまって、36時間ぐらいかかったかな。それは私としても相当負担かかっているわけですよね。なので、相当それが視聴者にとってももっと短くしようっていう意図を感じる。10分か10分ものあたり前後はするですけど、それぐらいのボリュームにしたらっていうようなことをちょっと聞いてきましたわ。なので今後はもう余計な贅肉どころかお肉もすり落として骨だけしかありませんって状況までなっちゃうかもしれませんけど、それ覚悟の上でご視聴ください。それでは。